押すとネットにつながる。日本が世界に誇る文化アニメーション、その名作を徹底的に語り尽くす BS アニメやわ。今夜はスタイリッシュな映像で海外でも絶大な人気を誇るカウボーイビバップ。7月28日、横浜市開港記念会館に全国のビバップファンが集まった。暑い夏を一層暑くする激アツトークの幕開けだ。スパイク命で私全くブートキャンプ入ったみたいなんです映画監督の初期作品1本目、まさにこれなんかそうなんですよ。40超えてから見るとね、また別の味わいが出てくるんですよ。こんばんは、 BS アニメアワです。さあ今夜は皆さんお待ちかね、はい、カウボーイビバップです。待ってました、林原めぐみ。いきなりね、いきなりスパークしていいんですよ。、はい、さてこの今日はですね、カウボーイビバップ横浜市からお伝えします、はい、横浜市の開港記念会館。この建物はですね、なんと大正6年に作られた建物です。平成元年には国の重要文化財にもなって非常に歴史のある建物、趣、ね、がいますね。レンガ造りのスタイリッシュな建物で、スタイリッシュなセットを組み、スタイリッシュなカウボーイビバップを今日はお伝えしていきます。ではですね、このカウボーイビバップを深く語っていただくゲストの皆さんをご紹介しましょう。まず映画評論家のミルクマン斉藤さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。斉藤さん、映画評論家としてこのカウボーイビバップの魅力、どんなところだと。あのね、やはりこのアニメーションはとてもやはり映画的なアニメーションと言ってもいいと思います、うん、あまりそのセリフで何事も全部喋るんじゃなくって、例えば仕草であるとか、小物であるとかディテールであるとか、そういうもので人間の心情とかをこう表現していく、まあ、子供向きのテレビアニメという、概念を一歩超えたところから始まっている、そういうアニメーションだと思います。映画的にどう見えるのか、はい、そしてじゃあアニメーションとしてはどうなのか、ね、はい、深くお話しいただければと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そして、はい、歌手で女優の北木真由さん、はい、もう目がキラキラしてますね。すいません、よろしくお願いします。北木さんのビバップの好きなところは、はい、まずすごいアニメすごい好きなんですけど、もうこのカウボーイビバップはもう本当にちょっと群を抜いてすごい好きで、だから本当に呼んでいただいてありがとうございます。嬉しい。もう中で本当スパイク命で私よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日は出演者中最年長ということになりましたが、岡田斗司夫さん、あ、どうも。もうだから49歳ですか、来年で50なので、うん、一番親父なんですけども、今日はですね、一応大人というか親父の見方、親父が見たらカウボーイビバップってこういう風に見えるっていうのを、くだまくみたいな感じで、まあビバップつうのはよみたいな感じで、ウロン茶飲みながらやってみたいなと思います。さて今回はですね、この番組に特別ゲストをお招きしています、はい、この方です。脚本家の佐藤大さんです。佐藤さんはカウボーイビバップの企画当初から舞台設定や脚本を担当されました。現在は SF アニメフリーダム、そしてエウレカセブンや攻殻機動隊スタンドアローンコンプレックスの脚本も手掛けていらっしゃいます。そして今は小説家としても活躍されています。大活躍の佐藤さんです。今日はありがとうございます。お願いします。佐藤さんがカウボーイビバップに関わった時っておいくつぐらいだったんですか。ね、10年前なら28、でもその前26ぐらいですね。準備期間が放送より前、2年前にスタートしてるんで、周りのスタッフもみんな大体同じぐらい。そうですね、もうちょっと僕より一世代上ぐらいで、ちょうど30前後のスタッフで、初監督だし、スタッフはほとんどそういう意味では誰この人みたいなスタッフの集合体だったと思われます。当時外からで言うと、佐藤さんにとってこのカウボーイビバップっていうのは、まあ、
どんな作品だと言えるんでしょう。最初にして全てのアニメを見せてもらった、うん、すごくこう僕にとって大事な作品ですね、うん、だからこの作品に関わったことで音楽とかアニメーションとかデザインとかファッションとか、うん、僕がもともとアニメのプロパーではないんですよ。放送作家で、うん、であの音楽レーベルを自分で持ってたりしたので、うん、そういう部分を全部出せて、しかもそれがその後一つのカラーになって、あのいわゆる、まあ、ジャパアニメーションだったりクールアニメとか言われるものの流れの、まあ、一つの源流になったのかなという意味でも大事な作品ですね、うん、じゃあその佐藤さんに、はい、このカウボーイビバップ紹介していただきましょう、はいはい、じゃあ皆さんあの懐かしいフィルムですが見てください。I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. 1998年から放送されたハードボイルド SF アニメ、カウボーイビバップ。放送当時、この斬新なオープニングタイトルが話題を呼んだ。舞台は2071年の太陽系、人々がさまざまな星に自由に行き来できる時代。治安の悪化に伴いカウボーイと呼ばれる賞金稼ぎが無法者や犯罪者を追っていた。主人公のスパイク・スピーゲルもそうしたカウボーイの一人。俺が欲しいのはあんたの首にぶら下がってる800万ウーロンさ。タフでクールで怖いもの知らずのスパイクはお尋ね者たちから恐れられる存在。キザでちょっとお茶目な一面も併せ持っている。すいません、銃を捨ててもらおう。レッドドラゴンと呼ばれるマフィアに所属していたという過去がある。謎多き男である。どうした、早くしないと。相棒のジェットブラックは元警官。賞金パーにする気か。昨日政府が賞金を取り下げちまったんだ。なんでよ。そんな二人のもとへ転がり込んだフェイ・バレンタインも賞金稼ぎ。あら、お邪魔。お前には関係ねえ。ああ、仲間だってのに冷たい。何が仲間だ。謎の多い美女フェイは巨額の借金を抱えていた。勝ち気で男勝りな性格から時にはやりすぎることも。ストロカロリーノ、おとなしくすんなよ。この3人に男の子みたいな少女エドと人並みの知性を持つ犬アインが仲間として加わる。宇宙船ビバップ号で共同生活を送ることになった4人と1匹。壮大な宇宙の中で彼らの活躍が描かれる。でこのまんま押すとネットにつながる。悪いが商売なんだね。この間の決着がまだだ。いつでも。リン、置いとけ。リン。監督はこの作品でテレビアニメシリーズの監督デビューを果たした渡辺慎一郎。脚本はテレビドラマ白線流しなどで知られる信本恵子。さらに作曲家菅野陽子が企画の段階から加わった。カウボーイビバップの世界はこの3人を中心に作り上げられた。テレビで放送されたのは全部で26話。2001年には劇場版も制作された。スタイリッシュな映像と音楽で今なお熱狂的な支持を得ているカウボーイビバップ。アメリカではビデオや DVD が爆発的な売れ行きを見せ、ハリウッドの映画関係者にも大きな影響を与えたという名作アニメである。懐かしいっておっしゃいましたけど、懐かしいですよね。普
通に懐かしいなと思いましたけどこれ海外での評価の高さっていうのが一つ話題になりますよね、はいはい、例えばウォーシャスキー兄弟がこれを見て、はいまあ、マトリックスの番組編であるアニマトリックスの監督に渡辺さんを起用する、まあ、海外自分も最近この間もアニメエキスポっていうのに行かせてもらったんですけど、それはフリーダムの宣伝で行ったんですが、サイン会にわーって並んでる人が大体ビバップ見てました、ビバップ見てましたって言われて、10年前なんだけどみたいな、17歳の男の子にビバップ見ましたって言われて君7歳だったよねいやいや再放送で海外で、まあ、こう受け入れられたっていうのはね、佐藤さんとしてはどんなところがあったからだと。いや僕らが海外のものに影響、第1話なんかサム・ペキンパーですしね、うん、いろんな意味で、まあ、日本のやつでも例えば松田優作さんとか、あの辺の70年代の実写のものとか、うんうん、あと長谷川和彦さんの太陽盗んだ男とか、うん、ああいうモチーフ自体も当時多分アメリカ映画の影響の影響みたいな感じなので、うん、そういう意味では当然なのかなと。自分が影響を受けたものを普通に出すと、まあ広角でもそうですしサムライチャンプルでもそうですけど、そういうこう地続き感が現実をできるのかなとは思いますね、はい、北木さんが、まあ、このね、初めてカウボーイビバップ見た時、はい、どんな風に、はい、正確に私初めて見たのは、うん、テレビシリーズですごいっすねそれ。1回つけてみて、その時多分15、6とかだったと思うんですけど、うん、でなんかしないけど終わっちゃったんですよ、うん、それで、うん、気にはずっとなってて、まあ時は過ぎ18歳ぐらいの時にお家にケーブルテレビを入れて24時間アニメのチャンネルがあって、うん、ずっと見てて、さら、まあ、合間にカウボーイのちょうどねジュピタージャズの回をやってて、思い出したあれだと思って、でレンタルビデオ屋さんに行って、でワンから全部借りてきて、オタクブートキャンプ入ったみたいなんですすごいですねちょっとすごいハマっちゃったんですよね、このアニメは。ね、その、はい、ハマっていった北木さんが、はい、もうビバップのここが好きというね、VTR を、ね、はい、我々北木さんの話を聞き作りましたので、それをねぜひご紹介してください、はい、まあ、もうすごいアニメ自体本当に素晴らしいんですけど、まあ、やっぱりスパイク・スピーゲルを魅力を、知っていただけたらと思います、どうぞ。北木さんが大好きなスパイク・スピーゲル、中でも特にお気に入りだというスパイクの表情や仕草をチョイス。ジェットさんよ、肉のないチンジャオロースなんてな、チンジャオロースとは言わねえんじゃねえのかな。大事なのはもうこの 手がね、やばいです。手とあとこのまくってるこの筋みたいな。やばいやばい。水みたいになるってことだ。何を話す？気に食わねえんだよ。この目ですね。ね、かっこいい男の人とか、あ、これ卵です、これジュピターの時にツルッとこける瞬間目をやばいですよね、そうなんです、やばいですよね、あのシーンはやばい、根底にもないあれは片っぽは作り物だ、ね、この前髪にちょっと隠れるんですよね、かっこいい人とか眉毛が、なるほどね、片方の目で過去を見て、もう一方で今を見てた、目に見えてるもんだけが現実じゃない、そう思ってた。あれこの同じ女性としてどうですか、この興奮具合。すごいですよねスパイク。はい、私は声優の山寺さん、はいはいはい、山寺浩一さんのこともしてるので、はい、どうもスパイク起こして山寺さんにしか見えないんですよ。は
でも当時主役やったことなかったんですよ。でオーディションだったし、あの本当に初めての主役でっていうことでやってくれてたので、スパイクということで言うと、はい、そのどんなところがねいいんですか。あのね、はい、私男性の人とか手を一番最初に見てしまうんです。そのみんな手に、ね、出ると思うんです。なんかその赤ちゃんのような面影が残ったまま成長した手みたいな、うん、それでチンジャオロースを食べるお箸の手みたいな、なんかこう何ですか、すごい恋なんだよね。まあ、恋、若干心の恋人です。そのスタッフの皆さんでね、スパイクという人物を作り上げていくときでどんなかっこよさを描いていこうというふうに。後にあの映画版 のキャッチになるんですけど、だらしないかっこよさっていうのは実は意外と言えて妙だなと思いましたね。相当だらしなくないですか本編中。まあ、かっこいいかっこいいって言われてるんですけど、ですけどダメダメなんですよね。かっこいいシーンなんて実はこれ今かっこいいとこつなぎましたけど、はい、意外と全体のバランスで言うとう、ね、あのボケてるシーンの方が多いですし、うん、超人的じゃないところがまた逆にすごい。でも怪我の治り具合は超人的なんですけど、そうですね、怪我すごいですよね。そうそう、人物像としては、はい、それこそ松田優作さんだったり、まあまあ、ルパン三世だったり、はいはいはい、そういったこうご自分たちがあかっこいいなと思う要素ってやっぱり詰めて、うん、それは多分監督と野本さんがきっと多分自分たちの原体験っていうのでやりたがってたのと、2人がチームだったので、うん、あの自分たちでもインタビューの時に、まあ、レノー&マッカートニーみたいになりてえなみたいな感じのことを言ってたので、うん、そういう意味ではあの2人のいろんな部分がそれぞれのキャラクターに入ってるんだろうなと思いましたね。あとこの作品ってこうやっぱりスパイクが描き出される中で、そのジェットのセリフだとかね、そのフェイトの絡みだとか、それで他の登場人物との中で浮き出されてくるものってありますよね。実は意外と鍋新さんの作品って人物主役級の人は成長しないんですよ。この後作られるチャンプルもそうなんですけど、彼らと出会うことで周りの人間が成長したり変わったり、ひどいことになったりすごくいいことになったり、それも本人たちは無自覚でやっちゃった後気づいてもいないのに誰かがこういう風になっちゃったみたいな方式をすごく好きで作られてるので、だからそういう意味でスパイクが過去が分かんなかったり、フェイが過去が分かんなかったり、ジェットも分かんなかったり、エドも分かんないんですよ。分かるとこはちょっとずつあるんで分かった気にはさせてあげてるんですけど、本質的なプロフィールとか実はなくて、スタッフ間にも実はないまま作ってたりはしましたね。その部分がある種の幅を、あのそういうところは監督と野本さんが手のひらで僕ら若者を動かしてたんだろうなとは思いますね。あの斉藤さんね、その、はい、まあ、映画評論家的に映画的にはビバップってこういうところがイケてるっていうところ、はい、具体的に言うとどんなところが。日本映画のアクション映画のね、あの音響効果って雑なんですよ昔の映画って。で、銃撃シーンになってもどれも全部同じ音で、外であろうが中であろうが全部同じ音を使っていて、今見たら単調極まれないことが多いんですよ。そういうことがまずこれはないですよね、うん、やっぱり音に、それから、まあ、本当にその音の効果というのを、非常に慎重に計算されていったのが、ね、っていうのが、ね、やっぱりよく分かるようになって、つながりの中でも、あの静かなシーンの後で突然その衝撃的な音が横からバンと入ったらどういうふうに転換するかとか、うん、そういうことを、ね、あの画面のモンタージュと同等の位置で考えてた、はい、考えてると思うんですよ。カーボイビバップの場面転換ってすごい映画的ですよね。そうですよね。普通テレビドラマってセリフであのシーンの意味とか変わったり絶対するんですよ、テレビ見てる人に分かる。 でもカーボイビバップってあの小さい効果音とか場面で変えちゃいますよね。そうですよね、うん、もうなんか固くなにセリフでは変えないというか、セリフで引っ張ってなるものかというふうにしてるような感じさえそうですね、そうですね、まあ、その辺のことをね、はい、斉藤さんがこの映画手法的にこのビバップ面白いっていうシーンをまとめさせてもらったんですけど、はい、うん、はい、では一つ渋いところでおっさんくさいところで VTR どうぞ。ミルクマン斉藤さんが選んだのはジェットがかつての恋人アリサが営むバーを訪ねるシーン。登場人物の心理をセリフだけではなく様々な小道具やカット割りで表現している点に注目。あんたは、うん、昔の馴染みさ、久しぶりにこっちに来たんでね。ジェット、まさかジェットなの。
あなたどうしてるの？もう結婚した？変な奴らと一緒に旅暮らしさ。しがない賞金稼ぎってやつだ。覚えてるか？俺が帰ってきたらその時計だけが残っていた。たった一言、さよならとだけ書かれた手紙と一緒にな。遠い昔の話よ。もう忘れたわ。動かない時間はいらないわ。さよなら、ジェット。これはあのガニメデ墓場とガニメデエレジーというちょっとウェットな、エピソードなんですけれども、バーの中に入ってきてですね、まあ、あの隣にいたあの若い男は今の男なんですよね。昔の彼女の今の、付き合ってる男性なんですけど、またそれもお尋ね者なんですけど、彼が一人二人、あの昔の二人が、昔の恋人同士が出会ったということを察して、ちょっと気まずい思いで彼は出ていくわけですね。で、その後ジェットがカウンターに座るわけですが、二人の切り返しだけにこうなるかと思いきや、彼女のね、この顔、うなじとか胸元とか、また逆の方向の顔とか、これがねスポットでポッポッポッと入るんですよ。これジェットの目線ですよね。ジェットがこう昔の女にしばらく会ってこうまともに顔が見れないと、ちょっとで自分もちょっと照れくさいと、でチラ見してやるんですね、うん、彼がでそういうところをこうつなげていく。その間にその水の緑がちょんで、今のセリフにもありましたけども、まあジェットというのは過去を捨てたというか、過去を封印したというか、ガニメデに置いてきたつもりなんですよね。で止まった時計が象徴的に出されます。15時まである時計なんですけども、ガニメデ時間ですよねなるほどだからそこら辺もなかなか凝ってる、ね、24時間制じゃなくて30時間制なんですね。そうですね、はい、科学的に正しいかどうか知らんですけどまあ雰囲気としてガニメデ時間というね、はい、そういうようにね、本当に絵とカッティング、モンタージュと言っていいと思いますけども、それとが人間の心理とうまいことこうなんかコンビネーションされてね、見事にこれ演出されているというふうに僕は思うんですけどね。あのアニメーションの手法とはちょっと違うんじゃないか、はい、違うというか、そこまで丁寧にやんない。そうですね、うん、あのまずそこから脚本でそういうのを書いてたとしますよね、はい、そういうシーンからコンテマン切っちゃいます、はい、まず、うん、あの画が増えるし、基本的にカットも増えるし、背景も増えちゃうしってなった。テレビシリーズでやるにあたって脚本家がどんだけ頑張って、例えばそういう水の緑はこうなるとか書いてもそんなのもうカットみたいなのが普通なんだけど、むしろ僕が書いてた場でもストーリー上大事なセリフとかは平気でカットするくせに、ああいうところは全部残したりする作り方をずっとやって出たんですね。だからそういう部分での物語を見返す強度があると思うんですよ、ね、毎回見るたんびに何か発見がある。非常に言葉が少ないアニメだなと思うし、その分絵で描写されて こちらが見てる側として、そのあ今きっとスパイク悲しいんだろうなとか、今ペイは、引き止めたいんだろうなっていう、うん、こちらがこうそのキャラクターがこうの心情をこう描写勝手にしてしまう何かがあるというか、まあ、よくこの作品っていうのは、はい、まあ、映画的あるいは実写的と言われますけれども、はい、うん、今の例えばそのガニメデ墓場のシーンとか見るとですね、実写をどうやって超えるのかっていう実験がいろんなところでされてるんですね。例えば漫画とか絵っていうのは実際の風景の中から作者が選んでデフォルメしてあえて消すものと残して強調するものでできてる。でガニメデ墓場のそのジェットが今部屋の中入っていく、お店の中入ってた水の緑が水飲みますよね。その時に水の緑が水に当たった瞬間にポチャって音するんですよ。あれ絶対にありえないんですよ。あの速度で水に物が当たってもポチャって音はしないんですね。水の緑というのはすごい静かだから。遠い昔の話よ。もう忘れたわ。ではなんであれ音を入れるのかというと、それがその漫画や絵画における作者が何を選び何を消すのかというやつなんですよ。他のものの音を全部消してあの音が聞こえるようにするからこそ、あそこのなんか濃密な空気というのが
出るわけですね。だからあのリアルだ実写的だっていうのを僕らが見てすごいって言ってるのをただ単にボキャブラリーがなくて実写的だなって言ってるのに過ぎない。あのカウボーイビバップは徹底してスタイリッシュな映像で何を残して何を消すのかっていうのにすごいこだわってる作品なんですね。でこのおかげで逆に言えばですね、あのやれないこととかできないこともまあ、言っちゃえばあるわけなんですよ。例えばその佐藤さんがおっしゃってたあのキャラクターというものメインキャラクターがあまり動かずに周りの人間のリアクションでドラマ総体を動かしてるじゃないですか。ということはその結局何の話かよく分かんないものが多い。でカウボーイビバップってシリーズ全体を通しての感覚っていうのは番外編だけでできてるテレビシリーズなんですね。メインストーリーねえよ。その通りです、うん、カウボーイビバップってだからなんで何回も見れるのかというとメインストーリーないから飽きないんですよ。そうですね、多分ナムシさんが初監督なんで、うん、振り切りたいと振り切りたい、ね、全部自分のやりたいと。それで、まあ、あの26曲だっていう発想なんですよ。最初に言ってたことは26曲曲から決めよう。でだから墓場だったら墓場っぽいストーリー、うん、あのセレナーデだったらセレナーデっぽいストーリー、ブギウギだったらブギウギっぽいストーリーっていうのが発注で来るんですよ、うん、最初に、はい、だから、はい、そこに3行でプロットが書いてあって、なんかあの宗教がいっぱい出てくる江戸が初恋をする、そういう書いてあるんですよ。3つぐらい書いてあるんですけど、それから僕らがじゃあこれを音楽どんなの書けるんですか、ちょっと悲しい音楽とちょっと綺麗な音楽だ、じゃあオチは綺麗にとか、だんだんそうやって打ち合わせをしていく。シリーズ構成の人はどうやってシリーズ構成してるんでしょうね。あの最後のセリフを全部こう、はいはい、あの平坦にあの全部のキャラクターがちゃんとあのシーンが通るように。ちょっと待って、それはシリーズ構成じゃなくてキャラクター統一をしてるだけだ、ね、だけですね。あのでノブモツさんは自分で言ってましたから、私シリーズ構成分かんないのやってねえよやっぱりあのねインタビューアーとしても言ってますし、あの多分本にも残ってると思うんですけど、開き直ってるっていうより、うん、私が書けばビバップだというスタンスなんですね、うんうん、それはあのナメシンさんがコンテ切らなくても、うん、あの野茂さんが脚本書いてればビバップだし、逆に言えばその野茂さん参加しなくても直石さんが参加してればビバップだしっていう2人プラス、まあ菅野さん、この3人でほぼ作ってる、さあこのカウボーイビバップをですね、この方はどんな風に深めるでしょうか。おなじみアニメマエストロのコーナーです、はい、加藤さん一緒にお願いします、はい、お願いします。アニメ一筋30年氷川隆介がアニメの技術を徹底分析、アニメマエストラ。さあ始まりましたアニメマエストラのコーナーです、はい、今日はどんなアニメの技術を教えてくれますか、はい、今日はですねカウボーイビバップって先ほどから出てるように、まあ、あのすごい登場人物魅力的なんですが、はい、それはですねあのアニメーターのですね川本俊博さんという方が一人で全部デザイン、はい、キャラクターデザインされてるんで、そのアニメーターによる、ね、キャラクターデザインっていうのはどんな秘密があるのか、まあ、そんなところをちょっと触れてみたいと思います、はいはい、お願いします、はい、今回のテーマはキャラクターデザイン。登場人物がどういうキャラクターか一目で分かるようにデザインすること、高度な技術が求められる。特に原作のないカウボーイビバップではキャラクターは全て一から書き起こしたオリジナル。今回はフェイを例にキャラクターデザインの秘密に迫ってみよう。デザインを担当したのは川本俊博。川本はアニメゴールデンボーイやゲーム版攻殻機動隊など原作のあるキャラクターのデザインを手掛けてきた。川本がオリジナルキャラクターフェイを作るにあたってスタッフに提示した案は3つあった。じゃあまず早速あの、はい、例で分けて見ていきたいんですが、じゃあ最初のやつお願いします、はい、でこれはフェイなんですけれども、あこれフェイですか、はい、まあ、フェイといえばフェイだけどもちょっとフェイじゃないといえばフェイじゃないっていうでもこういうとこから始まるわけですね。でも1と2でも全く違いますね、はい、そう傾向が違うでしょう。割とその最初のうちに3つ4つ案を出して、はい、それで詰めていくタイプの方で、ドラマのオーディションと一緒なんですね、はい、あそうですね、それにちょっと非常に近いことなんですけれども、うん、でさらにですね第3のものがあるんですが、はい、で顔強い方こう3番目のこういうものをみんなでまとめて話し合って、でその意見のリアクションで詰めていくんで、
フェイのキャラクターデザインはこの3つの案を組み合わせることで生まれた。1案の髪型、2案のプロポーション、そして3案の顔。こうして生まれたフェイのキャラクターに川本独特の技が発揮されている。今言ったようなですね、3つがまとまって、まあ、大体顔と髪型とボディっていう感じでこういう形でまとまっていくわけなんですが、まあ、これほとんど決定です。嬉しいこと言っていいですか、はい、身長と体重は私と一緒なんですよ。168センチ46キロ。びっくり、よし、素晴らしい、素晴らしい、すごいですね。なるほど、はい、すみません。そうなんですよね。でこうやってだんだんキャラクターが詰まっていくんですけれども、はい、でアニメーションのキャラクターで一つすごく大事なことがあって、はい、それはですね、これを見ていろんな人が描かなきゃいけないんですよ。何十人何十人何百人とスタッフが真似して描かなきゃいけないし、はい、逆に他のアニメーターが描くときにどこをどうすれば似やすいかってことも考えて設計されてるんですね。でそのための手がかりを、はい、まあ、あの現場ではね、まあ、記号っていう言い方をしてるんですけれども、はい、それについてちょっと説明してみたいと思います。記号ですか、はい、でフェイの場合ですね、はい、こう見れば分かる通りここに美人の記号があるんですが、勝手に僕が決めてるんですけどそれはね、はい、ここのね目尻のここなんです。ここがちょっと三角形で、あ、もう一枚はちょっと分かりやすい絵があります、はい、次お願いします。これですね、あ、ちょっと上にクッと上がってる、はいはい、だからこれがついてるとカウボーイビバップの世界では美人。あ、ちなみに私も、はい、あこんなとこにちょっと、あ、ちょっと加藤さんフィーだったのでもすごいですね、はい、これで、はい、これでビバップの世界では一応フェイが毎回レギュラーなんで、うん、フェイが出てくれば美人ってみんな認識するじゃないですか、で今度はそれでね、フェイが出てきてこの目があれば美人っていうねの、はい、分かりました、手がかりにまたさらに奥深い世界があるんで、はい、ちょっと次の、出してほしいんですが、はい、これはですね、まあ、スパイク の、はい、あの昔馴染みの兄っていうキャラクターなんですが、兄おばさん、まあ、目普通ですよね、今の今のこのピッての、そうですね、で、要するにその記号がないと、まあ、割と優しいとかね、女性キャラでも美しいっていうよりも柔らかい、そうそうそう、柔らかい母性的なものとかはね、作品出ちゃうんですけれども、確かに、で同じにあの、ビーバップのキャラクターですね、次のものを見ていただきたいんですが、はい、これはあのトラック乗りの VT っていうかっこいい、はい、うんうん、まあ、おばさんでもかっこいいっていう、ね、キャラクターなんですが、これも目の目尻を見ると分かる通りです、ね、だいぶクッと上がってますね、ピッと美人規模ついてるでしょ、だからなんかこの人出てくるだけで、なんかこの人昔美人でちょっと誰か男を泣かしたかなっていう雰囲気漂ってるじゃないですかそれは結構この目尻による物語ってますね、目が、そうキャラクターの、ね、記号がすでにもう物語を内包してる、そんなわけで、はい、まあ、ビバップのキャラクターもそういう記号を伝えていく中でいろんなその川本さんの過去の経験値っていうのが集約されていて、うん、年齢を変えたらどうなるかとかね、でも美人っていう記号は貫かれてるんで、この人たちは美人族だけど年の若い人が奥までいるって、こういう感じでキャラクターとしての世界観っていうので、男がいて女性、あの男性にじゃあ同じ記号がつければ美形の男の子になるとか、あ、こういう縦軸横軸でね世界を広げるっていう方法論を川本さん取ってるんで、すごいですね、そういうのちょっとね、あのビューバップのキャラ注目してみて面白いですよ。ビューバップのキャラクターってすごい喜怒哀楽激しくって顔も崩れるし、とんでもない目にあったりするけれども、うん、でもずっとずっと同じキャラクターに見えるのはやっぱり最初のこの記号のね、この設計がうまくいってるからというわけでですね、はい、やっぱり川本さんのね、あのキャラクターデザインはやっぱ世界に誇るアニメ文化のこう一つのこれ集約点、集大成なので、ぜひともそういう観点でもビーバップを楽しんでいただければと思います、はい、どうもありがとうございました、はい、皆さん、加藤さんもやっぱり美人なんですね、美人記号でしたね、記号のおかげで生きていけてますあの佐藤さん、あの川本さんのね、はい、デザインの何事もなかったりなんかしてますけど、はい、川本さんのデザインのやっぱ力ってのはこの作品の中でやっぱ大きい、あのテレビシリーズなんで作画が崩れることは前提だったと思われるんですよ、監督や、うん、あのアニメーターたちの読みとしては。なのに崩れたような印象が見えないように作るための記号としての仕込みっていうのがしっかりできてたんだなとは思いますけどね、岡田さん、このキャラクターデザインの魅力というのはどんな風にご覧になってますか。絵的なものではさっき
あの氷川さんおっしゃった通りなんですけど、例えば性格的なものでもね、フェイっていうのはその新しい時代のヒロインなんですね。だ昔はすごくあのいい子し、スーパージェッターとかですね、アトムとかって性格がないんですね。いわゆる正義感の塊みたいなのが、でそれがあの今のヒロインっていうのは全部フェイみたいなもの、ちょっとなんか悪ぶってるんだけども心は純真みたいになってきてるんですね。だからこういうふうになんかその絵的なものでもその美人なキャラがあるのと同じように、性格的なものもキャラ付けみたいなものがはっきりあって、それが時代ごとにこう大きく流れていくのが分かるんです。でも僕が書く他の作品も含めて女の人ってすっごい性格悪い子が多いんですよ。それは好みのタイプってことですか？そういうことだと思われるんですけど、あのそれの多分原点は多分僕の中でフェイを動かしたことが多分最初にあって、ああいう風に動いてぐしゃぐしゃにする、まあね、現実にいたらパーティークラッシャーとか言われる子って可愛いんですよ、やっぱし本当に。なのでそういう子がアニメで出てくる分にはすごい見てて魅力的だし、こういう女の子がサークルに入ってくるまでがサークル楽しいんですよね。そういうことですよね。そういうことです。入ってくるとむちゃくちゃになるんですね。むちゃくちゃになるっていう、まあ、ある種のビバップってあの家族感っていう意味ではそういうものなんで、彼女が来た時からぐしゃぐしゃって動き出すっていうのは、はい、ドラマを作る意味ではすごくいいキャラクターだと思ってます、ね。それがあのこう4人と1匹の人間関係を見ていく感じって結構楽しいんですよね、うん、そうですね。なんかこう何とも言えないこう絆が最後こう生まれ始めるあの感じが、なんか何とも言えない、帰りたいって思わせたいっていうのが重要だったんですね。だから部屋も掃除するし、あのマシンも汚れれば汚いしとか、飯も食いたいしとか、お金がない時はとか、宇宙大四畳半物語なんですね。そうです、どうです、ちゃぶ台です、貧乏な青春を描きたい、そうです、そうです、食い物がなくなるまで働かない、そうです、こいつら鍋新さんの作品って本当に貧乏人ばっかりが主役なんですよ、うん、あんまり言えない、今カットされるね、多分ね、ここはねそこも含めて使われると思いますが、なるほど、じゃあそのね佐藤さんが、はいはいはい、ね、このビバップでここを見てくれというところを、ね、ね、紹介してもらえますか。ものすごい不真面目に選んでるように見えるんですが、真面目に選んでますね、見てください。佐藤さん大のお気に入りが第22話のカウボーイファンク、ビバップ史上最も強烈なキャラクターであるアンディが登場。スパイクと共にスケールの大きいドタバタを繰り広げる。ワイヤットアップと呼んでくれ。ユー連続爆破魔テリーボマー。あ、俺が今日ここに爆弾を仕掛けるということは、ユーの犯罪周期を計算すればミーには簡単にわかることだ。君の瞳に映った僕に乾杯。乾杯。二人揃ったところで聞かせてやろう。私がなぜ爆破を繰り返すのか。それは今日こそははっきりと決着をつけてやる。何？こっちのセリフだ。聞け、人の話を。うるさい。お前は誰だ。Who are you？ やっと。負けたよ。すごいパンチだった。お前こそ本物のカーボーイだ。いやもう本当にね、最高でしょ。これあの作画枚数1万枚超えなんですよ。あの本当にすごいパワーを使って。普通の話数だと何枚ぐらい？いや普通、まあ多分岡田さん聞いた方が4800とか6000、7000あたりだと思うんですけど、これ1万枚超えてますよね、はい、無駄に動いてる。さっきの、 あの机ドンってやったらガラガラと崩れている
バーッと天変地異が起こるじゃないですか。あんなのね、思いつくの一瞬だけど、うん、作るのは地獄ですよ。信元さんが本書いてるっていうのがどうなの、うん、っていう感じでしょ。 そのぐらいすごいなと思うんですよ、うん、本気でメインスタッフが全員やってる回なんで、はい、君の瞳に映った僕に乾杯。本当に名台詞です、ね、素晴らしい。あの名台詞のシーンの目の絵の描き込みの凄さがとんでもないですよ、ね、無駄な努力ですよ。ねえ、そういうところがビバップの真骨頂だなと本当に思うんですね。無駄でもやっぱ徹底してやるエネルギーっていうのが当時あったんですか、ね、はい、そうですね、そうですね。毎話数なんかテーマがあって、どこに向けてふざけるかっていうのをすごい毎回こう考えて作ってましたね。必要ないことまで考えてたんですよ。で、考えて捨てるんですね。いつもそうなんですけど、その後のサムライチャンプルでも江戸時代ものすごい調べて全部捨てるんですよ。そういう作り方、 SF をものすごい考えた上に、もうテラフォーミングどうやってどうでとか、位相差空間系とか全部考えて捨てるんですよ。それで、ね、でも作画さんや演出さんにはその説明をしてあげるんで、うん、重力表現だったり、さっきの例えば、まあ、高速道路みたいにこう位相差空間ゲートを超えるんですけど、うん、あれもちゃんと料金システムとかがちゃんとできてるんですけど、うん、一切映さないっていうのはそこでこう、まあ、雰囲気の奥行きを作るために考えるだけで、別にそれを語るためにお話を作ってないっていうのが基本だと思いますね。まあ、だからそれがこう作品の中にそういう匂いに残ったりとか、うん、まあ、雰囲気に残っていくっていうことなんですね。そうです。だから理屈じゃない部分っていうのは確かにあるんですね。でもそれは理屈じゃないってことじゃなくて、理屈考えた上に理屈じゃなくするっていうのが大事で、ただ理屈じゃないものを作っちゃったらそれはもうわけわかんないものになっちゃうと思うんですけど、理屈は考えて、こういう上だから理屈を壊そうっていうふうにキャラクターたちを動かすっていうのがストーリーラインの作り方だったと思います。あの唐突ですけど、アインってなんで出てくるんですか。あれは僕は後に聞いたんですけど、平和の記号だって言ってましたね。アインとエドが2人でいるカットは悪いことが起こらないっていうカットなんで、確かにそう、あのカットが出てるときは人が一瞬ホッとできるっていう。でも私アインを見ても山寺さんにしか見えなかったです。なんでですか。もうまあだから やるからね。オールラウンドにこう全部当てていくからね。こうやって山田選手なんですか。あ、そうです。犬を得意ですからね、はい、犬得意な。スパイクとアインは同じ人だ。さあ、それではですね、岡田斗司夫さんは、はい、ビバップをこう見る、ね、はい、その VTR を紹介してください、はい。まずはですね、僕の選んだのは予告編なんですけど、予告編を見てください。さて、次回のカウボーイビバップははっきり言ってくらい、そして重い、出てくるのはいい年こいた汗臭い男ばかり、言いたがないが地味だ。子供は見ない方がいいだろう。女性も良した方がいい。それに若い男も見ない方が賢明だ。次回ブラックドッグセレナーデ、おい、親父だけは見てくれ。おお、これはですね、ちょっと逆説的っていうかですね、選んだんですけども、もう恥ずかしくてしょうがない、うん、アニメの見方っていろいろあるじゃないですか。例えば女学生的に見るっていうか、スパイク素敵っていう女の子女の子的な視点で見るのもあれば、青年っぽく、あ、僕もビバップ号のあんな仲間が欲しいとか、ああいうなんだろうな、何でも言い合えてダラダラできるような友達が欲しいっていろんな見方があると思うんですけども、親父の視点でね見るとね、この予告編に象徴されるカウボーイビバップの大人っぽさがめっちゃ恥ずかしいんですよ。なんかね、コスプレした大人みたいな感じがしてしまう。それは多分ね、作品を作る時の自由度が高くて、若い人が集まっていろんな可能性をやろうとするんですから、つまりやっぱ若いんですよ作品自体が。でそれが背伸びして親父ぶってるから、なんかね、ジョージ・ルーカスがひげ生やしたみたいな、やばい、大学生のひげっぽいちょい痛な感じの恥ずかしさがなんかムーンと漂ってくる、うん、
これはね、あの多分会場に来てらっしゃる人とかテレビご覧になっている20代とか30代の人はもっとストレートにさっきの予告編とかかっこよく見えるんですよ、うん、それはそれで間違いじゃないです。さっき言ったように多様な面白さっていうのがアニメの見方で絶対あるんですね。女の子には女の子っぽい感性があってっていうのとね、でも親父のね感性から見るとね、親父別にそこまでかっこよくありませんからみたいなルパンっていうのがよく対比で出てくるんですけど、ルパンっていうのはおじさんが若ぶって作った作品だとすれば、カウボーイビバップっていうのは若いやつがちょっと背伸びして大人になって、であの他のアニメじゃなくていいアニメ作ろうとか、もっとかっこいいアニメっていうのはこういうことなんだって新しいスタンダードを作ろうみたいなもので出たこう背伸び 感が世界観全体にもなんか背伸び感が出てきて、自分にもそんな若い頃があったんだけども、それを含めていやもう分かった分かった分かった恥ずかしいとか言いたくなっちゃうんですね。だって佐藤さんさ、ビバップさ、ここであったら見れるじゃん。見れますね。俺昔の自分の作品あのアニメ屋でやられた時見れなかったもん、画面やめてって思って。あでもやっぱり王立中軍を作ってやめてあれこそビバップみたいな若気の至りじゃないですか。あのお金なんか棒にしなくて全然いいですよあれフォークみたいな、なんであんな三角になってる必要あるんですか、あの交差すくうやつとか。あれはね、あの隅っこの方が取りやすいから、ね、そんなそのまあね、あのあれだってこう青春群像劇じゃないですか、うん、その恥ずかしさみたいなものもやっぱり感じるから余計そう。いやいや、あのね、それはね、ドラマの中のあくまでストーリーの中のあの若さってっていう部分と作り手の若さがどこまでスパークさせるのかというのシンクロ度があればあるほどね、実際いい作品はできるんですけども、その後になればなるほど恥ずかし度は増していくですね。だから僕もね、これね、カウボーイビバップ多分ね、あの中学生とか高校生とかまたは大学生ぐらいで見たらこんなこと言わないんですよ。もっと絶対のめり込んでこれがかっこいいって言えるんですけども、40超えてから見るとね、また別の味わいが出てくるんですよ、これって。怖い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 で、もう一つね見ていただきたいものがあるんですけども、それはこの作品の、ね、アイキャッチなんです。アイキャッチ見てください。アイキャッチとは CM の前後に入るタイトルクレジットのこと。カウボーイビバップでは全部で52パターンものアイキャッチが作られた。いいですね。これ好きなんですよ。映像も違えば音楽も全部そうですね。これあの話数の雰囲気と合ったものにしたり、逆に合わないのにしたりっていうので、あそこでポンって一個時間を飛ばすために作ってるところがあります、ね。カウボーイビバップってこんなふうになんか全てがね過剰なんですね。やりすぎ感が漂ってでね、僕やっぱ思うのは、あのいい意味でプロじゃないんですよ、スーパーアマチュアなんですね、作り方が。あのプロの作品ってこういう事故が起こりそうなことやらないんですね言っちゃえば、あの結局 CM の前だと毎回アイキャッチ変えるっていうのは、いつどんな間違いがあって同じものが流れちゃったり、前の話数のものがやったり、もしくはアイキャッチ作るのを誰かが忘れててチェックしきれなくてそのまま行っちゃったりって放送事故が起こる確率がどんどん高いじゃないですか。でそんなことするよりも本編をきちんと作って楽できるアイキャッチは楽しようっていうのがプロの考え方なんですよ。毎日決まった時間に店を開けて同じ味をお客さんに出してるのがプロなんですけども、カーブビバップ違うんですよ。その日取れた食材で適当に作ってスープがなくなったら今日は店終わりっていうですね全てがまかないみたいな、ね、そうかなりねスタッフがねうまいわがまま度が高いっていうかですね、アマチュア度が強いですよね。あの斉藤さん、まあ、こういうね、本当にまさにごったにを狙って若さで勢いで作っていく映画って映画でこんな作品が似てるなとかっていうのはありますか。やっぱり映画監督の初期作品1本目、まさにこれなんかそうなんですよ。今までの映画への思いとかアニメーションへの思いとか、こんな作りたいとかね、ずっと映画今まで見まくってきて、ここ一遍俺やりたいねんっていうのがずっと頭の中に残っていて、その蓄積が取れるようになった時、自分でそれを全部出しちゃったって感じなんですよ。北木さんはね、あのこの作品ですやっぱりね、今日の話も聞いてもやっぱりここだなと思うところどんなところですか。
まあ、スパイク・スピーゲルは、まあ、切り離せないですけど、ね。まあ、キャラクター一人一人ですかね、やっぱり4人、なんかこの4人の絶妙なバランスが、なんかやっぱこの作品の魅力なんだろうなって思うし、あのキャラどっから出てくるのみたいな、それ映像ですか、映像、私すっごいモノマネしてたんですよ、映像のファンで。え、どんな感じ、すごいモノマネし やるんです、今僕ら期待のモノマネ、この流れは期待ですよね、批判されたら後ろに出てますよ、あ、すごいかわいい、ね、いや、じゃあいきます。チェックメイトと見せかけて大手飛車狩りとかっていうのをやってたんですよね。似てないですけど。似てます、似てますよ、こういうキャラクターもやっぱいるから、こうすごい魅力がなんかこう増すというか、はい、岡田さん、このカウボーイビバップ、はい、この作品がね、まあ、オーバーに言うとこう歴史的にね、残したものっていうのは何だな、何かなと思われます。これ以後アニメの専門学校とかですね、あと、小説とかああいうところのストーリー作る学生とかが作るのが全部ビバップタイプになっちゃいがちなんですよ。結局メインストーリー書くよりサブストーリーみんな書いて、で主人公に明確な動機を作れって言われるじゃないですか、学校の先生言うわけですよ、創作系の学校だった。でもみんなそれを作るのはかっこ悪いと思っちゃう。スパイクみたいに熱く自分がならずに状況が何か来た時にちょっと活躍してっていうやつで、カウボーイビバップってすごい人が集まったからあれできたんだけども、そんなね、専門学校の1年生とか2年生があれをやろうとしたらできるはずがないんだけれども、でもついやっちゃうっていうですね、なんかそういう新しい時代のストーリーとかドラマの作り方っていうのを提示したっていうのが一つあると思います。で、なんでこうアニメとかですね、映画もそうなんですけども、僕らは嘘の、だって絵ですし、声は山寺宏一ですし、この世の中にない話を見て僕らなんで感動するのかっていうと、始まり、なんか始まりがあって終わりがあるものですよ。全26話とか全13話とかの中でそいつらはもう後がないんですよ。13話が終わったらそいつらはこの世の中からいなくなっちゃう、26話が終わったらこの世の中からいなくなっちゃうから、そんだけの瞬間、30分かける26回の間に全て出し尽くそうとしてるから、なんかすごい輝くんですね。その輝きっていうのは本当は全てのアニメスタッフが持っていればいいし、全て映画作る人持っていればいいんですけども、何回も何回も映画とかアニメ作ってるとね、それを忘れちゃうんです。どうしても忘れるというか本気になれないんですね。でもたった1回だけ本気になれるのは第1回作品なんですよ。これで俺たちもう終わりかもしれないとか、今まで思ったことを全部やるんだと思った時に、なんかこうアニメの中のキャラクターが本当にその中で生きて、それが終わったら世の中からいなくなってしまうことをこう本気で信じれるから、だからすごい作品というのは輝くんですね。それをなんかちゃんと作ってくれたことがね、かっこいいしね、羨ましいし、でもそんなお前らも年取るんだ、ざまあみろって思ってるんですね。まあ、この作品をきっかけにこうクリエイターの方々みんな大きくこう羽ばたいていかれるわけじゃないですか。そういう中でこのビバップって、佐藤さん自身にとっては、あ、俺にとってはこういう作品だったな、今語るとすると、デビュー作なのにその後の僕のスタイル、僕に来るオーダーも含めて全部決まっちゃったなという気はしますね。その音楽ネタ、デザインネタ、ファッションネタ、あとそこに SF サブカルが入って、でそれをデザイン上やストーリーラインではなく雰囲気で見せるっていうスタイルをその後ずっとやっていくことに僕がなっていくのは、多分ビバップの中でもネット系の話をやったから次に広角の仕事が来ましたし、そういう意味では本当に僕の、まあ、ショーケースになったのかもしれないし、それは実は皆さんここに関わったスタッフたちのショーケース、例えば中村さんっていう原画マンの人はこの後その、まあ、特技監督というか、もう本当にアクションシーンの作画でものすごい人になっていったり、そういうこういろんなピンポイントピンポイントの人たちがそれぞれ自分のショーケースにして、実はナミシンさんが一番最初の方だと思うんですけど、ここの関わって多分これは儲からないと、どう考えてもロボットいないし、20代中盤から後半しかいないし、可愛い子出てこない、まあ可愛い子フェイ可愛いですけど、可愛い子出てこないし、でもプライドになるような作品には絶対するって
結構最初の方に言ったさっきの若いことですよね。あのここに関わったやつ全員の誇りになるような作品に俺はするって結構初期に言ったことが多分実践されて10年後僕はここに座ってるんじゃないかと。なるほど。そういう意味でも大事な作品ですね僕にとって。あの幸せな作品になってよかったなと、これからもみんなに愛してもらってねっていう気がします。今日はどうもありがとうございました。はい、今夜の BS アニメアワーですね、カウボーイビバップを取り上げました。やっぱこのビバップって作り手のエネルギー、それから本当に映像表現の良さをもう我々から我々も若い世代にもうずっとねこう伝え続けるすごい魅力的な作品だなと今日は思いました。また次回お会いしましょう。皆さんさよなら。